こんにちは、ラクジョブ運営事務局の松村です。今回ですね、ゲームのプログラマーさんに関して一つお話しさせていただきます。履歴書をどういうふうなですね、履歴書を書いたらいいかということでのお話です。ゲームの開発のある方であれば、もちろんですね、どういう言語を使ってどういうスキルを持っていてどういう開発をしていて、その中で自分がどういう成果を上げていたのか、どういうところを担当していたのかっていうところをですね、細かく書いていただくっていうのがですね、一番です。やはりですね、実績、そこをですね、まず初めに見て、そこから判断して実際この人はですね、会ってみたらどうかなっていう次のフェーズになりますので、書類審査をですね、通るためにはやはりそこが一番大切な部分になってきます。逆にですね、ゲームのプログラマーとしての仕事の経験のない方であれば、職務経歴書というところはですね、正直非常にですね、書きづらいところもあります。魅力的に書くのは難しいかもしれません。そういう方はですね、やはり自己 PR の部分で、自分がですね、じゃあゲームプログラマーになるためにどういうことをしているのか、今ですね、やはりスキルがですね、浅い方、自分でですね、勉強しているというレベルの方、あるいはまだ、就業経験のない専門学校の方っていうところもですね、非常に、枠として広がっておりますので、自分がですね、どういうところを勉強してどういう努力をしてきて、なので、会社に入った時にもですね、こういうことができる、そこをですね、想像させていただくような自己 PR の書き方、そこがですね、やはり未経験の方には一つ大切なポイントになってくるかと思います。そこのですね、自分で何もやったことがないという方はですね、正直、そこは正直やっていただきたいなと思う部分です。自分でまずですね、最低限の努力をした後に、会社に入って活躍したいということもですね、おっしゃっていただかないと、会社としてもですね、この人がどういう人なのかっていうのを判断できなくなってしまいますので、そういうですね、最低限の部分は抑えた上で、そこをですね、最大限利用していくためのですね、お話として参考にしてみていただければと思います。具体的にですね、応募したいという際にはですね、様々な求人の情報ですね、こちらに載っておりますので、まず一度ラクジョブ検索してみてください。どうぞよろしくお願いします。それでは。